Hello, welcome to EgoEgg number 37.37 37回目の英語 o e g g へようこそ。今日のトピックは Shapes。形の英語。なんか全然違うトピックやろうと思ったんだけど、パワーポイント開いた瞬間にひらめちゃった。これはいいアイディアだぜと。やろうぜ、37回目。Here we go!First word is Triangle. トライアングル日本語で言うと三角日本語は結構楽なんですよ考えたら数字さえ分かれば三角四角五角五角形とか六角形とかがあるんだけど英語はそんなことないんですよ TriangleTriangle 三角さてこの言葉を覚えて、えー、面白い言葉面白い言葉が分かります日本語で三角関係って言いますよね ね、三角関係。ね、ね、ね、ね。ここに一人しかいません。私の友達のしゅんです。はい。ね、こっちです。すみません、こっちでした。はい。三角関係。ここには三角がありません。ただの線しかないんですけども。英語で言う ?Love Triangle。愛の三角です。面白くない ?Love Triangle。Have you ever been involved in a love triangle? I haven't. 私はそんな人気ないですよ。三角。三角関係を持つなんていうことはなかったです、今まで。よろしくお願いします募集中。奥さんになる以上でね。はい。次のものは、square.square. 四角。正方形。あの、ちゃんと言えば square。あの、正方形じゃないもの、ただの方形は、 だけど今日の番組の,の言葉にはなってません。Square こういう言葉があります。Be square with me. Be square with me. 正直に言ってくださいって意味なんですよ。なんでだろうアメリカ人でも大体分かりません。アメリカ人のほとんどにこういう質問聞いたらウィキペディアで見るしかないんですよ。 これ今日は見なかった。次のやつはちゃんと Wikipedia で調べてますけども。はい、行きますよ。Don't be a square. これちょっと昔、ちょっと昔の言葉ですけども、古臭いとか真面目とか、古臭く、古、古臭く、なんか日本語おかしい。古、古臭くならないで、あ古臭くならないで。まあ、要するに、かっこよく言ってください。かっこいいの反対は 特に50年代とかだったら昔の映画とかを見てるとまたは昔じゃない映画で最近の映画で例えばバックとザフューチャーバックとザフューチャーっていう映画を見るとスクエアという言葉は出てきます。Don't be square 昔の、えー、ダンスとかに来なかったら、ね、こういう言い方があったんですけど「Be there or be square 来ないとお前は面白くないんだぜ。ちゃんとかっこいい人が来るんだぜ。Don't be square はい、もう一つスクエアにはすごく意味が深いです You and me, we are square ちょっと、これちょっとね、西部劇で見そうな You and me, we're a square You and me are square 私たちには貸し借りはもうない貸し借りないもう、例えば、えー、あなたのあなたが悪い奴だとしましょう 悪いやつのお兄さんが殺される殺したやつのお兄さんを殺したらこれで平等になるから「You and me, we're square」というかもしれないはい「circle 丸円角」遠隔「circle 円角でいいんですかっっ円円円角って何でしたっけ円角たまには私は外人になります 私の脳からわけわからないものが出てくることがあります。それは円角です。円。はい。Circle とえば Circle と言えば、えばこれが有名な発言です。We need to circle our wagons. とか、Circle your wagons. とか、えー、これ、滅馬車隊で援軍っていうんですか援隊援人援人エンジンですか 漢字がわからないジョージですこれはウィキピーディアに行けばこういうことになります。エンジンを作る。これは昔のさっきの整備劇の話になるんだけども今でも使うんです。でも昔だったら滅び車であのインディアンたちとかにアタックされたことがあったんです。それをみんなを守るためにはこういうエンジンを作れば守られたんですよ。だから自分を守るっていう意味なんですね。We have to circle our wagons。はい、そういうことでした。 Thank you for watching Ego Egg number 37. See you next time. Bye bye.